ドラゴンボールに関すると、とりあえず何ですかね、人体の骨格が破綻しないように作ろうとは毎回思ってますね。別にこれはドラゴンボールだけじゃなくて、骨があって筋肉があって、で複雑なポーズをとってても本当の人体の枠組みから外れない。体ひねると綺麗だとか、で体ひねって綺麗に作っといた上に、胴着のシワが入るとよりそのラインが綺麗になるとか、最初から胴着だけいっちゃうよりはちゃんと体作ってからの方がなんかこう説得力があるというか、うん、だけどデフォルメという意味でそれをドラゴンボールに寄せるっていうか、全く最初からそのドラゴンボールっぽいところだけを攻めちゃって、人間そのものの形をあまりにも無視しちゃうのはあんまり好きじゃないんですね。